はいどうもしみじです。嘘つきゲーム3日目、生存人数は4人と減りましたけれども、前回マサキングがですね、歪んだ恋愛感覚をお持ちの方だということが、発覚いたしましてですね、自殺者も出たというところで嘘つき会議を開始していきたいと思います。よろしくお願いします。会議始めます。まあ、証拠はねバッチリ揃っているので追い詰めていきたいと思います。準備できました。行きましょう。おや皆さん、顔が死んでますよ。今日は自殺者も出ちゃったし、もう精神的に限界が近いようですね。でもそれはそれ、これはこれ、今日も楽しく殺人鬼を処刑しちゃいましょう。さて今回は誰を処刑しますか。誰かって、あ、この二人は固まってない感じかな。マサキングどうする。おやおや皆さん、黙り込んでも何も解決しませんよ。自分の人生は自分で切り開かないと。おー、俺はねマサキングが殺人鬼だと思うよ。どうして、どうしてって言う。それは嘘つき会議ではっきりさせよ。おやおや、芽生えかけていた男の友情もここまでですか。芽生えてたかな。男同士の命の取り合いいいですね。玉の取り合いしびれますね。それでは嘘つき会議スタートです。はい、嘘つき会議開始、よろしくお願いいたします。僕が殺人鬼だなんてひどいな。俺もそうあってほしくないと思ってんですけど、証拠がね、でも君は過去に一人の女性を殺しているはずなんですよね。え、どういうことだい、しらばっくれて。はい、確信をいきなりついていく。確信を君は殺人鬼だ、君はストーカーだよね。立川あゆみさんのことを言えばいい感じだよね、これはね。ストーカーだよねって言っていい。立川あゆみさんって知ってるよね。マサキング、よっしゃー、グッドセレクト。メガネずれてますよ。相手の疑惑度が上がりました。誰それ、初めて聞いたけど。すっとぼけやがって。立川あゆみさん、そうだね、この二人は初耳でしょうね。その女の子がまさきくんに何か関係があるんですか。いや、まさきくんじゃないです、まさキングです。実はこの女の子すでに死んでしまっているんだ。はい、証拠を突きつけろは、どれかな。どれだ、スクラップだよね。女の子が自殺したという記事、こちらを突きつけていきましょう。はい、どうだ、くらえ、グッドセレクトね、血管浮き出てますよ。相手の疑惑度がさらに上がりました。ストーカーに悩んで自殺、かわいそう。そうだね、超かわいそう。確かにかわいそうな話だけど、それが僕に何の関係があるというんだい。ニヤニヤしやがって。これを突きつけられてもまだ知らないふりできる。何、どれだろう、どれかな。立川あゆみさんだからラブレターでいいのかな、書きかけのラブレター。でもこれ立川あゆみさん宛てではなかったよね、聖子さんが書いた遺書。遺書が似てるっていうのはまた別だし、手で締めた後も違うし。あ、これか、盗撮写真だ。ストーカー被害者の立川あゆみさんの盗撮写真、マサキングのポケットから見つかりました。突きつけてやるね、睡眠薬で眠らせてその間に撮ってやったよ。グッドセレクト。疑惑度が上がりましたね。それをどうして。申し訳ないけれども、君が寝ている隙に見させてもらいました。内ポケットに手を突っ込んでね、それでも起きなかったからもらっときました、写真はね。これってさっきの記事に写ってた立川あゆみさんだよね。そうです。しかもこんなにたくさん、超気持ち悪い。ということは、さっきの記事のストーカーってマサキング？この記事に書いてあるストーカーというのは君のことだよね。もしそうだったら何だと言うんだい？お？え？え？仮に僕がストーカーだったとして、その記事にあるようにその子は自殺したんだろう？ああ、なるほど。それなら僕のことを殺人鬼だとは言えないんじゃないか。っていうか、お前ストーカーはあっさり認めんのかよ。確かに自殺なら殺人はしてないことになるよね。でも追い詰めた感じはあるからな。っていうか、まあ殺してるけどね。記事によるとこの子の死亡は実際に自殺として処理されていますね。確かに過去のこの事件だけではマサキングが殺人鬼だとは断定できませんが、でも実は立川あゆみさんの自殺と聖子さんの自殺が関係ありそうなんです。はい、どういうこと。おいおい、今度は聖子さんかよ、勘弁してくれよ。マサキング、彼女は自殺したと思っていたが、おそらく自殺じゃない、彼女は殺されました。は、何を突然。
はい、調べくれてますね。どういうことか分かんないでしょ。実は彼女の遺体を調べたら分かったことがあります。これです、確信つく。刺された跡があったんだ。まさか遺体が乱暴されていたんだ。マサキング何してんだ。ロープの下に手形がありました。これですね。はい、突きつけてグッドセレクトだね。よし、オッケー。そう、首絞められてたんすよ。疑惑度上がりましたね。本当ですね、首に手形のようなものがあります。つまり誰かが首を絞めて殺した。そう、その後に首吊りに偽装工作をしました。だから何なんだよ、僕らの中の誰でも彼女を殺すことはできるはずだろ。確かにアリバイは全員ないかも。確かに君の言う通りに全員のアリバイは証明できません。じゃあ僕は殺したなんて言えないよね。それが言えます。一緒かな。はあ、都合のいい理論を並べて僕を殺人鬼にしようとしてるのかい。勘弁してくれよ、勘弁してくれよ。何回目だ。いや、そんなつもりはないっす、マサキング。でも聖子さんと立川あゆみさんの自殺にどうしても見過ごせない共通点がありました。そう、証拠を突きつけましょう。はい、このあれだね、遺書だね。遺書の筆跡がほぼ一緒なんでね、ラブレターじゃないや、これ遺書だね。こっちを出せばいいのかな。はい、一緒。グッドセレクト。オッケーオッケー。この一緒のさ、この字どうなん、マサキング。こんな字書くの、わざと書いてんのかな。もうこんな生活は耐えられません、さようならの衣装を見てくれ。聖子さんの衣装、それがどうしたの。それが一体なんだって言うんだい、マサキング。頭のいい君ならもう分かったんじゃないかな。確信をついていこう。君が書いてるの見たんだ。見てねっす、あゆみさんの遺書と酷似してるな。これだね、聖子さんに無理やり書かせたんだ。まあこの2番ですね、あゆみさんの遺書とめっちゃ似てるっす。はい、オッケー、グッドセレクト。全く私の疑惑度が上がっておりません。素晴らしい、マサキングタジタジ。くこれ見てよ、この記事にはあゆみさんの遺書も掲載されています。見てください、その遺書と聖子さんの遺書を見比べるとそっくし。こんなに似るなんて、もしかして全く関係のない2人の衣装の構成が同じなんてありえます。何が言いたい、何が言いたいかって、確信ついていいのかい。2人は以前から知り合いだったんだ、君が強要して書かせたんだ。ねえ、2人の衣装はまあお前が書いたんだ、マサキング。こんな字書くのかい、左手で書いてんのかな、ちょっとバレないように。グッドセレクト。どうだいマサキング、相手の疑惑度が上がりました。もうちょいか。くっ、たまたまじゃない、たまたまでやる可能性はゼロではないだろう。ゼロではない、その言い訳は結構苦しいんじゃない、ミクちゃんもそう思う。こんなに似てんのに、たまれブス。たまれブス。アイドルに向かって何よ。分かった、君がそこまで認めないというのなら。なんだよ、おそらく聖子さんはシャワールームで君に殺されたんだ。勝手なこと言うなよ。なぜシャワールームで殺されたなんて言えるんですか。え、なぜ言えるんですか、わかんない。え、付け爪の話かな、付け爪。実はシャワールームでこんなもの拾ったんだ。なるほど、そういうことか。分かってなかった、証拠を突きつけろ。付け爪、突きつける。 R って書いてあるね。究極超人、グッドセレクト。ありがとうございます、マスターキング。もう一回ぐらいかな、相手の疑惑度が上がった。あ、聖子さんの付け爪、しかも何かついてる。そう、血。よく見つけました。そう、爪の裏側に血がついているだ、ついているだ。おそらく何かを引っかいたんじゃないかな。あ、黙っちゃった。聖子さんはシャワールームで襲われ、首を絞められて殺されました。その時激しく抵抗し、付け爪が取れたんでしょう。つまり犯人の体には、そう、わかるね、聖子さんに血が出るほど引っかかれた跡があるはずだ。さっき洗い流してたもんね。確信ついてこう。え、どこ胸元を見せてくれよマサキング。ズボンをまくって俺に見せてくれよ。腕をまくって俺に見せてくれよ。腕かな、だって手洗ってたもんね。やばい、時間がやばい。腕をまくって見せてちょうだい。オッケー、グッドセレクト。さあ、これでもう終わりだな。それはいいから見せろ。やめろ。俺は無理やりマサキングの腕をまくり上げました。無理やりね。
おー来たー。マサキングの腕には生々しい引っかき傷が残っていました。痛い。うわ、傷だらけ。しかもまだ新しい傷かどうかすぐ分かるんだね。どうして聖子さんを。それは聖子さんの首を絞めて殺した時についた傷だろ。くっ、どういう言い訳する。聖子さんはマサキングが殺人鬼である証拠を握っていた。だから君は彼女を口封じのために殺したんだ。殺したんだお前か。嘘発覚。ははやばい、壊れちゃったかな。ははははそうだよ、君の言う通り、僕は立川あゆみと聖子さんを殺した殺人鬼さ。お前のせいだ。お前さえいなければ聖子さんもあゆみさんも自殺と思われたままだったのに、お前のせいで。イエー、うお来たー。突然マサキングがポケットからナイフを取り出し、俺これ見たことある、なんかバッドエンドでデジャブー。俺めがけて突進、クソ逃げる暇がない、殺されちゃうんだけど。あ、おお、どうすん。視界に飛び込んできたのはマサキングではなく沙織さんだった。お前邪魔すんなよ。マサキングは思わず凶器を床に落とし、俺はなんとか助かった。え、強いな沙織さん。え、あ、でも怪我してんじゃん。大丈夫です。本当に大丈夫って、血出てるよ。手が。マサキング何やってんだよ。沙織さん手が、ね、ワンピース的な、ボロボロに錆びたナイフだったので軽傷で済んだよ。そんなことある。なんか錆びてたらもっとグリグリなんか、ね、傷口が だけどうんだけど。沙織さんの手から少し出血していたが致命傷ではなさそう。痛いよね。でもね、これ以上人の命を奪わないで。くそ。マサキングは力なく床に膝をついた。おお、もうダメか。沙織さんが俺をかばってくれなかったら、俺は今頃マサキングに殺されてたわ。乱暴は良くないですよ、神聖な嘘つき会議の間なのに。ごめんごめん、つい頭に血が上ってしまったよ。こいつどういう心境なの。沙織さんごめんね、僕のカバンに包帯が入ってるから僕が処刑された後に使ってよ。君は本当にすごいね、まるでこの状況を楽しんでるかのようだ。そんなことないっすけど、楽しんでるように見ました。君の言う通りだよ、聖子さんは俺の証拠を集めていたみたいでね、邪魔だったから殺したんだ殺したんだ殺したんだ。怖い。そして君が言うように立川あゆみの自殺も僕の仕業さ。元はといえばあゆみが悪いんだ。いやいやいや、多分相手にされてない系だったでしょ、ストーキングでしょ。俺があんなに愛してやったのにあゆみが無視するから怖い。マサキング、あゆみとは SNS で知り合ったんだ、運命だと思ったよ。 SNS の投稿からあゆみの通う学校を突き止め、家を突き止めたんだ。突き止めって言ってんじゃんお前。毎日手紙も書いたし電話もした、待ち伏せして会いにも行った。待ち伏せ。あゆみが喜んでると思っていた。それなのに、あんなに愛してやったのに僕が思いを告げるとあゆみはなんて言ったと思う。いや、気持ち悪いって言ったじゃない。迷惑ですって一言だけ。すげえ優しいじゃん、迷惑ですって。気持ち悪いじゃなかったんだよ。僕の全ての努力と時間は一瞬にして吹き飛んだんだよ。それと同時にあゆみへの怒りが込み上げてきた。自分の怒りを抑えることができなかった。あーやばい、僕はこんなに愛していたのに。あゆみは、気がつくと彼女は死んでいた、僕の腕の中で。いやいやいや、綺麗な感じで言うなよ。綺麗だったなって言っちゃった。僕の腕の中で眠るあゆみはまるで僕の愛を受け入れてくれたようだった。その後僕は彼女の遺体を首吊りに見せかけるように細工したんだ。警察はまんまと騙されたのに君は騙せなかったようだね。いやいや、うちポケットに写真とか入れてっから。まああゆみのいない世界で生きてるのは意味もないと思っていたところなんだ。はあ、僕の人生もここで終わりか。最後に一言いいかい。怖いんだけど、何言うのこいつ。なんだよ。君は僕と同じ匂いがするよ。やばい、マサキングが最後っぺ、すげえな。匂いどういう意味だよ。まあそのうちわかるさ。じゃあピョートル、処刑始めてくれ。かしこまりました。それでは処刑を開始いたしますよ。なんかね、なんかこう納得できねえな。第3回処刑、主演桐谷マサキングくん。では行ってみましょう。よろしくお願いいたします。ポコポコ首落とし。あー
首吊りでってこと？ああ、僕はただ愛していただけたんだ。今から僕もそっちに行くよ。待っててね、あゆみだって。もうそれはこれ、苦しい。苦しい。ねえ。ただ私やったことないですけど、首吊りって苦しいのかな？なんか一瞬にして意識が飛ぶっていう話もありますけど、本当のところは分かりません。最終的には自分も首を吊って死ぬことになるなんて、悪いことするとやっぱり自分に返ってくるんですね。マサキングは公主刑になり死んでしまった。はい、今回は一気に2人ゲーム参加者が減ってしまいました。私には珍しくこれは誤算でした。もうこれでゲームは終了。あ、俺だった。もうこれでゲームは終了だろ、ピョートル。ゲーム終了かもしれないし、そうでないかもしれません。え、それにしてももう残り3人。あ、それにしてももう残り3人ですか。早いものですね。ピョートルの話が続くと喉が痛い。これでもうゲームは終了でしょ。お願い、終わって。おやおや、美女2人にお願いされるのはたまらないですね。ではこれで嘘つきゲームは、なんとやっとそこです。嘘、マジで。やっぱり自分っていう線があんのかな。そんな、もう何も信じれない。まあミックさんはなんかやらかしてそうな気もするけどな。さおりさんかミクさんか、どちらかが殺人鬼なのか。もう俺っていう線もな、ゼロじゃないんだよな、記憶ないから。それとも俺か。まあどちらにせよ嘘を暴かないと自分が殺されてしまうと。生き延びるんだ、なんとしてでも。その日はみんな口を開くことなくそのまま眠りについた。はあ、マサキング処刑されちゃった。ああね、聖子さんは死亡になってるんだ。聖子さんは違ったのかもしれないね。はい、 CM を見てくれてありがとう。それでは引き続き嘘つきゲームをお楽しみくださいね。大変面白そうなゲームのね CM が入りました。はい、嘘つきゲーム4日目でございます。はい、これでマサキングがね処刑されてしまいました。何度も言いますが、実在のマサキングさんとは全くもって関係ございません。アシカラスというわけで、次回、4日目の朝からかな、朝かどうかわかりませんけども、探索パートから続き始めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。マサキング。